バンキシャ、今回は佐藤和弘編です。本当の佐藤和弘は違う。違いますよ。自分が仲いいなと思ってるけど、そう向こうがどう思ってるか分かる。可愛い、可愛いんですか？めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。やばい、一緒にもう寝てます、俺は。一緒に寝てる。夜。それでは今回のバンキシャは、佐藤和弘選手編です。よろしくお願いします。よまず一つ目の質問に行きます。ニックネーム、ヘイさん、男性からです。加入直後はコメントや雰囲気から落ち着いた感じのイケメンという印象でしたが、独特なゴールパフォーマンスや変顔など、お茶目な面が強くギャップを感じました。こういうことはよくサポーターさんから言われたりしますか？まあ、甲府では言われなかったですけど、今までの全部チームは、なんかギャップあるねとか言われたりします。ギャップあるねっていうか、まあ、喋らんかったら頭良さそうだねって言われる。やっぱ喋ったらバカやね。バレるから。ニックネームともさん、女性からです。最近の至福のひとときは何ですか？試合に勝った日、まあ、試合の後ですけど、ご褒美でお菓子とか、まあ、甘いもん、スイーツを食ってます。食べてます。食べてます。はい、そんなとこあるんですけど、たまにまあ誘惑に負けて食べる。まあそういう時もありますよね。はい。じゃあ3つ目の質問に行きます。ニックネームパーモさん、女性からです。カメラを向けられるといろいろな表情で、楽しませてくれますが、真面目な表情で、撮られたり、写真とかね、こういう映像とか撮られたりするのは苦手ですか？苦手です。苦手ですか？まあ、真面目な顔ができないです。ちょっとカメラに向かって真面目な顔。やべ、鼻水。ちょっと苦手。真面目系じゃないです、キャラが。キャラ、実は、うん、印象だと、だって真面目な感じに見えるとか、そんな様子が伺えるってことがありましたけど、実際はそうじゃないと。実際は本当の本当の佐藤和弘は違うと。違いますよ。まあ、練習見ればわかりますけどね。練習は真面目にやってると思うけど、まあ、練習前後かな。前後ね、ふさげてる感じが本当の自分かなと思います。食べ物とかでどんな食感の食べ物が好きですか？例えばカリカリとかプルプルとかって書いてあるんですけど。カリカリ、プルプル、プルプル、食感がね。ああ、だったら軟骨とか。あ、軟骨だったらコリコリ。コリコリかな。そっち系の方が好きです。